無印良品のこちらのキャリーケース、ほんまにおすすめなので、今日はこのキャリーケース紹介していこうと思います。それでは動画いってみましょう。レッツゴどうも、リョドラックスです。皆さんはキャリーケースってどのぐらいの頻度で使いますか？僕はめっちゃ使うんですよ。普通の人は多分そんな使うことないじゃないですか。きっと旅行に行くとか出張に行くとか、そういう時にまあ押し入れから出してきて使うんじゃないかなと思うんですけども、僕はね、日常日頃からもうめちゃくちゃ使うんで、キャリーケースはね、生活の一部と言っても過言ではないぐらい使っております。キャリーケースを使うメリットって楽なんですよね。やっぱりリュックサック背負うにしても肩が痛い、夏は背中蒸れて暑い、トートバッグはもう肩が痛い、邪魔、キャリーケースは置いておける手ぶらになるタイミングが生まれる。まあもちろん歩いてる時はね、片方手持ってるけども、止まってる時とかはもう手ぶらで肩も痛くないし、暑くもないし、最高やなと思って使ってます。で、僕はですね、キャリーケース結構今まで使ってきました。いろんなキャリーケースを使ってきたんやけども、この無印良品のハードキャリーケースめっちゃ使いやすくてめちゃくちゃおすすめなので、今日はそれを動画にしようと思いました。実はですね、これ去年の末に上げた動画、2022年のベストバイ、一番買って良かったものトップ10っていうものをね、動画で上げたんですけども、その時にベスト3でランクインさせていただきました。一応両方とも2022年去年に買ったものなんですけども、順番的にはこの大きいやつを買って、でこのちっちゃいやつを、これの大きいやつが良すぎてちっこいのも欲しいなってなって、このちっこいやつも買いました。これが63リットルですね。で、こっちが36リットル。前に挙げたベストバイの動画の時は、これ間違えてね、75リットルっていう風に言っちゃったんですけども、正しくは63リットルでした。失礼しました。63リットルは実はもう廃盤になってまして、売っておりません。今はラインナップ変わって、20リットルと36リットルと75リットルと105リットルっていうこの4種類が出てます。63リットルはもう出ておりません。これ一応モデルがちょっと変わって、これが旧モデルで新モデルなんですね。若干素材感が変わったんですよね。この脂肪加工な感じ、ブツブツザラザラしてる感じの素材が、このテカテカしてる素材、ちょっとなんか高級感があるメタリックな感じになってるんですけども、モデルチェンジをした際に、サイズ展開も63リットルはもう廃盤となりました。僕は正直ね、この脂肪加工の方が好きなんですよ。素材感的には。なのでこれなくなったのはね、惜しいんですけども、まあしょうがないですよね。今はこのテカテカなやつしかないし、なんならモデルチェンジをした際にしれっと値上げをされてて、しかもね、5000円も値上がりしてるんですよね。この脂肪加工が好きやったのにさ、なくなっちゃったし、値上がりしちゃったし、って思ったけど買ったぐらいいいです。本当にいいです。いいところを紹介していきますと、まず一番いいのがこのタイヤ、タイヤがめっちゃ滑らか、めっちゃ軽いんですよ。ほら、こうやって指一本でもこんなトリプルアクセル、ほら、すごくない？この感じ。もちろんね、今中身何も入ってへんから軽いっていうのもあるけど、中身詰め込んで結構重くしてもまあまあ軽いです。次2個目いいのが、はい、こちらバーを自由自在に長さ調整ができます。1センチ刻みぐらいで自由なところで止まります。普通のなんかキャリーケースってだいたいこう最長に伸ばすか中間ぐらいで止まるか、どっちかじゃないですか。このなんかちょうど真ん中ぐらいあったらいいのになみたいな感じの願いにも応えてくれますよっていうのが、この無印良品のキャリーケースです。僕はね、あんまこれ実際使ってへんけどね、もう最長で使うことが多いから。実際これの商品名がバーを自由に調節できるハードキャリーケースということで、まあ、あの商品名にもなってるぐらいなんで、もうすごい推しのポイントなんですね。個人的にはこのバーの長さを調節できるっていうところよりも、もっと推したいポイントがあって、それはこのボタンですね。このボタンを押すとタイヤがロックされます。ちょっと分かりづらいかな。こうやって動くんやけど、
動くんやけど、よいしょ、押すと、もうほら、タイヤ動かへんのよ。で、解除するときは、ここのボタンをもう一回押すと、はい、動きます。これがね、めっちゃ便利で、例えば電車の中とか、ちょっとあの手離したいなって時とかに、このボタンをポンって押すと、もうあの滑らないので、押さへんとタイヤ滑らかすぎるんで、結構少しの揺れでもね、シューっていっちゃうんですよ。電車乗ってる時とかは押した方がいいかなと思いますね。で、あと、よいしょ、こちらですね、ここに鍵の穴があって、鍵の穴？チャックの穴か、チャックの穴があって、こういう風に、はい、ファスナーを収納できます。収納っていうか、ロックっていうかね。一応中に鍵が入ってるんで、鍵使って鍵閉めたらもうこれでロックされるんですね。ただ僕は鍵閉めちゃって、中のもいっぱい入ったままで鍵紛失した場合どうすんねんって思っちゃうので、鍵は怖くて使ってません。なので、これ使ってへんけど、こういう機能もありますよってことですね。で、この赤いマークですね、これがね、TSA ロックっていうマークなんですよ。こっちにも入ってます。よいしょ、赤いマーク、これが TSA ロックっていうマークなんですけども、これ何かって言ったら、あのアメリカとかハワイとか旅行行くときは鍵かけちゃいけないんですよ、スーツケースって。荷物検査する人が目視でちゃんと目で見て確認、中に爆発物とか怪しいものとか入ってへんかっていうのを目視確認する必要がある場合があるので、鍵かけてると鍵壊して中見ることがあるんですよ。そんな困るやん、大事なキャリーケース鍵壊されてさ、旅行行くの嫌やんか。そういう時のために TSA ロックっていうのが生まれたんですね。これは TSA ロックのものやったら、その専用の鍵があるので、荷物検査する人もその鍵を使って開けてくれるんですね。なので、一応鍵かけて旅行したいっていう人は、この TSA ロックのマーク、これがついてるやつを選んだ方がいいかなと思います。はい。一応この2つのキャリーケース並べてみるとこんな感じ。よいしょ。伸ばしたらこんな感じですね。多分ここの長さとかはこの2個に関してはあんま変われへんのかもね。若干こっちの方が長いね。まあ大きさに関してはそれぞれ好みとか用途があると思うので、その辺調べてもらったらいいんですけども、やっぱり小回りが効いて動きやすいなって思うのはちっこい方ですね。36リットルはすごいいいなと思いますね。僕みたいに機材がいっぱいあるっていう人は別だと思うんですけども、普通に旅行に行くとかいう時にこの36リットルっていうサイズ感はね、めっちゃちょうどいいんじゃないかなと思います。もう一個下の20リットルっていうのもあるんですけども、結構それはね、見た感じだいぶちっちゃくて、何入れんのこれってぐらいちっちゃかったので、僕はこっちの方がなんかおすすめな気がするな。一応36リットルと20リットルに関しては機内持ち込みもできるサイズなので、その辺も選ぶ基準として考えていただけたらなと思います。中身に関しては、よいしょ、まあ本当にシンプルな作りで見えるかな、こんな感じ。ここにフックがついてて、こっちはガバッと開きます。で、ここのファスナーの扉にも、よいしょ、ポケットがついてるので、これマスクですね。これなんかね、物を入れてもいいし、この中にガッツリ入れてもいいしって感じですね。これが36リッターの中身なんやけど、63リットル僕が持ってるやつ、多分ね、今売られてる75リットルと105リットルも一緒だと思うんやけど、若干中身のレイアウトが違いまして、じゃん、はい、同じなんですけども、ここにね、フックがついてて、で、ここにガバッと開くポケットがついてると。だけど、この大きいモデルに関しては、さっきのこのポケットのファスナーが2層に分かれてますね。2ポケットを開けて2部屋ついています。こっちの方がちょっと1部屋多いっていう意味では整理がしやすいのかなっていう感覚ですね。ここは僕使ってないですよ。中にガーッともう物を突っ込むだけ突っ込んで運ぶっていうのがね、シンプルなキャリーケースの使い道だと思うので。で、このポケットのここはどうしてもですね、この棒が中に入ってるので
この棒の部分のせいでやっぱりここはどうしてもねボコボコしてますね。まあそれはしょうがないのかなっていう感じです。まあ中に関してはねそんななんか紹介するところもないんですけども、物を持ち運ぶっていう意味ではすごい最適なキャリーケースやなと僕は思ってますので、無印商品に行ったらねあると思うので、このタイヤのね滑らかさだけでもぜひ体感してみてください。タイヤの滑らかさとこのロック機構、これがマジでいいからめちゃくちゃおすすめですので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はこちら、無印良品のハードキャリーケースを紹介させていただきました。廃盤になっているモデルはもうないんですけども、このテカテカの方、こっちもねめっちゃいいので、商品のリンクを下に貼ってるのでそっちからぜひ見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。一応耐久性とかもね多分いい方なんちゃうかな。まあまあ機材詰め込んじゃってるんですよ僕。あんまり多分推奨はしてないと思うんですけども、結構重たい機材とかもガンガン詰め込んで移動してるんですけども、それでここをこうやって持ってるんだけど、ここの耐久性とかもね今のところあんまりなんかやばいなって思うこともないし、いい感じに使えてるので、やっぱ安いスーツケースキャリーケースとかだとここのね耐久性が弱かったりするんで、ここ壊れてもってすぐ買いかけないかんってことが多いので、やっぱりね安心安全だなっていう無印良品はそういう感じで使っております。多分まあまあ持ちもいい感じなんじゃないかな、僕のこの使用頻度から考えてもね。すごいおすすめなのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画こんな感じで終わろうと思います。面白かったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターと TikTok ありますんで、ぜひそっちもフォローしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。